はい、どうも皆さんこんにちは。来年2021年の12月17日に公開予定のスパイダーマン3はつい先日から撮影が始まったということで、トム・ホランドをはじめとした俳優がジョージア州のアトランタに到着したとのことです。アトランタと言いますと、これまでの MCU 作品でもたくさん撮影が行われてきた場所で、この MCU 版スパイダーマン3以外にも少し前にはファルコン&ザ・ウィンター・ソルジャーもアトランタで撮影が行われていました。他にもドラマシリーズではロキであったりワンダ・ビジョンの撮影でもアトランタは使われているようで、今回のスパイダーマン3でも同じようにアトランタで撮影が行われていくようです。トム・ホランドはいくつかのビデオも公開していて、そちらを見てみる限りトム・ホランド自体はこれまでと特に変わりのない見た目をしていますが、これまでと比べてかなり変わっていたのがジェイコブ・バタロンでした。ジェイコブ・バタロンといえばこれまでのスパイダーマンの2作でピーターの親友のネットを演じてきましたけれど、その時はコミック同様に恰幅のいい姿をしていました。しかしインスタグラムに公開されたというこちらの写真を見ても分かる通り、かなり痩せたことが分かります。痩せた以外はあまり大きな変化がないようにも見えますけれども、他に大きく変わった点が一つあって、それが髪の毛です。ジェイコブ・バタロン自身は普段はスキンヘッドにしているため、スパイダーマンの撮影の時はカツラをかぶって演技をしていました。そのため他のインスタグラムの写真を見ても分かる通り、基本的にこのようにスキンヘッドにしています。でもこちらの写真を見ても分かる通り、スパイダーマン3ではカツラは使わないのかもしれません。スパイダーマン3の撮影を控えてプライベートでダイエットをしたとは考えづらいので、おそらくこれもスパイダーマン3に向けた役作りの一つだと思います。気になるのがこの痩せた理由で、今のところこの写真しかないためはっきりとした理由は全く分かりませんけど、皆さんはなぜネットが痩せてしまったのだと思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。そして今回もう一つ話していくのが、スパイダーマン3の撮影現場で撮られたという写真です。こちらはツイッターで写真だけ載せておいたこのような写真で、下にはトリリススタジオと書かれており、こちらはアトランタにある映画撮影のスタジオとなっています。そのスタジオで撮られたのがこの写真で、中央には黒い椅子があり、周りには何やら実験をするためのような道具があります。どちらかというと生物実験を思わせるようなものが置いてあり、キャプテンアメリカウィンターソルジャーで登場したバッキーが洗脳されていた椅子にも少し似ているような感じもします。また後ろにも何やら大型の機械があるということを考えますと、こちらは結構広めの研究所か何かであることが考えられます。スパイダーマンと研究所といえば真っ先に思い浮かぶのがオズコープで、もしかしたらこれは旧アベンジャーズタワーなのかもしれません。もう一つ気になるのがこの銀色のいくつか置かれた容器で、これを見て思い出したのが2008年のインクレディブルハルクに登場した超人血清を入れておいた容器です。この超人血清も同じような銀色の容器に入れられて長い間冷蔵保存されていたようなので、もしかしたらこれはグリーンゴブリンを作るためのゴブリン血清と何か関係があるのかもしれません。とにかくスパイダーマンの映画でこのような実験施設が出てくるということは、何かしらの形で敵の誕生に関わってくると思うので、このスパイダーマン3では何かしらの形で身体能力を強化された敵が出てくる可能性があると思います。この写真を見てもどうやら生物実験をしているようですし、これまでの2人の敵であるバルチャーとミステリオはどちらも身体能力が強かったわけではなくて、機械仕掛けの羽を使って戦ったり、ドローンを使ったイリュージョンで戦っていました。そのためこの3作目のスパイダーマンでは、あまりガジェットであったり機械類に頼らない敵が登場することも考えられます。最後 MCU 版スパイダーマン3の情報について少し補足をしておきますと、登場するキャラクターに関しては前作から引き続き同じ俳優が演じるキャラクターが数多く登場します。ゼンデイヤは引き続き MJ を演じて、フラッシュ・トンプソンも引き続きトニー・レボローリ、そして最初に話したジェイコブ・バトロンも引き続きネットを演じます。そしてもう一人確認されているキャラクターがドクター・ストレンジで、引き続きベネディクト・カンバーバッチが演じます。前作スパイダーマンファーフォルムホームではドクター・ストレンジの名前だけ登場していて、スクラル扮したマリア・ヒルによるとドクター・ストレンジは来られないとのことでした。しかしここではどういった理由から来られないのか分かっておらず、ドクター・ストレンジがアベンジャーズエンドゲーム以降何をしていたのかがこのスパイダーマン3で分かるはずです。他には前作に引き続き JK シモンズがデイリービューグル .net の J. ジョナ・ジェームソンとして再び登場したり、アメイジングスパイダーマン2でエレクトロを演じたジェイミー・フォックスが再び戻ってくることも確認されています。今のところはっきりと分かっているのはこれくらいで、ソニーは公式には特に発表はしていませんが、トビー・マグワイアとアンドリュー・ガーフィールドの2人がスパイダーマン3への契約を交わしたとの情報もあります。
今回は MCU 版スパイダーマン3について見てきました。皆さんはこれについてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。